皆様こんばんは。鉄道考察系チャンネルのゆうぴーです。今回はなんと中央線の E233 系が武蔵野線にやってくる可能性について分析していきます。なんと先日中央線快速や青梅線で活躍する E233 系0番台が武蔵野線に団体列車として入線することが判明しました。この団体列車は今年の10月8日に南越谷府中本町間で運行されるとのことです。そしてこれは一見 E233 系が武蔵野線の団体列車に使用されるだけのように思えますが、中央線 E233 系が武蔵野線に転属する伏線である可能性が考えられます。まず最初に不思議な点は、なぜ中央線用 E233 系を使用するのかということです。実は中央線 E233 系は東所沢などの武蔵野線内の行き先を表示できるようになっており、ラインカラーも201系などの例から考えると変更する必要がないため転属が非常に簡単な車両です。それに団体列車を運行させるのであれば、東海道線や高崎線の E233 系を使う方が妥当なはずです。E233 系が偶然武蔵野線転用に向いているということ、団体列車を走らせるのであればもっと最適な車両があることを考えると、わざわざ武蔵野線の団体列車に E233 系0番台を使うのは将来的に転属することを示唆している可能性があるのではないでしょうか。そしてこの E233 系による団体列車運行が転属の伏線ではないかというのはもう一つ根拠があります。実は過去に山手線の E235 系を使用した横須賀線の団体列車が運行されたことがあります。そしてその団体列車の運行が行われたのは2020年より前だったのですが、その後なんと横須賀線向けに E235 系が新造されました。つまり山手線の E235 系を用いた横須賀線の団体列車は E235 系という形式が横須賀線を走っても問題ないのかという試運転を兼ねたものだった可能性があるということです。なのでもしそうなら E233 系が団体列車として武蔵野線で運行され問題なく走れるかをテストするという可能性は十分に考えられるのではないでしょうか。ということでここまでは E233 系による団体列車の運行と転属の関係性を考えてきましたが、ここからは中央線の E233 系が武蔵野線に転属することはありえるのかについて分析していきます。これの結論としては十分に考えられるのかなと思います。現在中央線 E233 系はグリーン車を組み込むための改造が進んでいます。しかしその中でグリーン車が組み込まれない編成が存在し、この編成はグリーン車の運行開始と同時に中央線からは引退することが予想されます。中央線から引退が予想されるのはたった2編成だけではありますが、武蔵野線は将来的には増発を行う可能性があり、2編成という数はかなり最適なので中央線から武蔵野線に転属する可能性は十分に考えられます。また先ほども言った通り中央線 E233 系は武蔵野線に転用させるのに最適な車両なため、転用の難易度が高くコストがかかってしまうため難しいということはないでしょう。ということで今回は武蔵野線の E233 系転属説について分析していきました。この動画が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価をお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。